では、ここからはですね、これからのワードプレステーマとの付き合い方ということで、20分ほどお話をさせていただきます。まず、自己紹介を少しさせていただきます。私、名前は久野と言います。久野浩二と言います。今日は岐阜県岐阜市から、やってまいりました。で、岐阜県で、自宅を、使ってですね、フリーランスのウェブ制作者として、お仕事をしています。またブロックテーマ、今日テーマのお話でちょっと出てきますけども、ブロックテーマというもの、コーモラントというテーマを作ってですね、ワードプレス公式ディレクトリに、掲載をしていますので、もしよかったら皆さん、コーモラントという名前でテーマ名を検索していただけると皆さん無料で使っていただくことができます。またちなみにですけども、コーモラントというのは、日本語に翻訳すると、ウですね、ウカイというのが岐阜にあるんですけども、それのウのことを英語で言うとコーモラントというので、こういった名前にしています。また岐阜に住んでおりますので、岐阜ワードプレスミートアップの共同オーガナイザーとして、地域の、ワードプレスユーザーと、情報交換の場を、毎月、用意しております。で、そちらはですね、来月11月はもう65回目になりまして、毎月開催しておりますので、かれこれ6年ぐらい頑張って、やっております。この中でもしかして中部圏内から来たよと、愛知から来たよとか、岐阜から来たよとか、方お近くの方もし見えましたら、ぜひですね、岐阜の方にも遊びに来ていただけると嬉しいです。また、このワードキャンプ東京2023にはフックWPという名前でスポンサーとしてブースを使わせていただいております。それと同時にですね、こちらスノーモンキーというワードプレスのプレミアムテーマがありますけども、そちらのエキスパートということで情報発信とか、そちらの方も協力をさせていただいています。では今日のこの20分の中の時間の中でお話しするセッションの中で4つですね、ワードプレスのテーマとはと、ワードプレスの種類について、テーマそれぞれの特徴、今後のテーマ進化の流れということの4つの内容を簡単にご紹介します。で、今回はですね、このセッションの中では、あんまり技術的なことはお話は出てこないと思います。それはですね、いろんな、使い方をされている方も見えると思いますし、もしかしたらテーマって言われてもあんまり詳しく分かんないなっていう方も多いかもしれません。ですので、ここではまず今ワードプレスのテーマってこんな感じになってるんだなっていうことを知っていただいて、その前提の知識で後半のパネルディスカッションを楽しんでいただく、そういった形のセッションの内容にしています。では1つ目ですね、ワードプレスのテーマとはなんですけども、おそらくワードプレスを使っている方がほとんどだと思います。ここの中にですね、管理画面にアクセスするとですね、こちら左側に外観という場所ありますね、こちらの下にテーマというものが出てきます。で、最近ワードプレスを新規インストールした場合というのは、標準で、最初にですね、有効化されているのが2023というテーマになっていると思います。で、そちらはブロックテーマというものですので、こちらのような表示でテーマとエディターしか出てこないような形になっていると思います。で、このテーマというところを、クリックすると、今インストールされているテーマがこうやって一覧で見える、こちらがテーマになります。また、ワードプレスの公式ディレクトリには無料で使えるテーマが、たくさん公開されています。こちらで見ていただくとですね、こちらテーマから新規インストールをクリックした画面になります。そうするとこの右上の、検索窓のところに、何か任意のテーマを名を入れてもらうと、そこでテーマを探したりとか、いうことができます。今はちょうど、人気という部分の、ね、タブに、合わせたページになっていますので、すべてのテーマの数が見れるんですけども、だいたいこちら5876っていうテーマが無料で皆さん使っていただけるような形で公開されています。また今日ちょっとブロックテーマのお話も出てきますけども、今ブロックテーマどのぐらいの数があるかっていうののこのスクリーンショットになります。これ2日ぐらい前のスクリーンショットなんですけども、453。くらいのブロックテーマがすでに公開されているというような状況になってますので、ぜひ皆さんにも使っていただきたいなと思ってます。
またですね、こういった公式ディレクトリーで公開されているテーマ以外にも、公開されているテーマというのはあります。例えば先ほどちょっと私の自己紹介で出てきたようなスノーモンキーというテーマだったり、今回スポンサーで出されている方でもテーマのスポンサーさんたくさん見えると思います。そういった公式ディレクトリーに掲載されていないテーマを使う場合というのは、アップロードして使うことになりますね。こちらは ZIP 形式の圧縮ファイルをそのまま添付してアップロードすると使うことができます。ざっとこちら今どんなテーマがあるかというのをずらっと並べてみましたけれども、国内においてもですね、さまざまな無料有料問わず便利なテーマがここ近年たくさん開発されてきていますので、皆さんも手に馴染んだものもあるかもしれませんが、ちょっと新しいものにも手を出してみようという形でですね、いろいろと試していただけるとワードプレスをもっと楽しんでいただけるかなと思っています。ちょっとまとめましょう。ワードプレスのテーマとはプラグインと同じくワードプレスの仕組みの上で大きな特徴の一つとして捉えてください。このような、たくさんの、ワードプレスがですね、公開されたり、または、無料で配布されたり有料で販売されたり、そういったものを、選べるということがワードプレスの一つの大きな特徴ということになっています。またテーマを切り替えるとコンテンツはそのまま、そして、見た目を切り替えることができる、こういったものが、テーマの原則というかですね、基本的にテーマはそういうものだよという、そういったものをワードプレスの方で位置づけられています。そして先ほどもちょっと出てきたように、国内でも無料有料問わず便利なワードプレステーマたくさん開発公開がされています。ただしそういったもののテーマの中にはですね、一つのオールインワンのパッケージの中で全てのことを、ユーザーに解決を提供するということも含めて、なんていうんですかね、テーマ以外にも機能がたくさん入っている、例えば SEO に対する機能がテーマの中に含まれていたり、高速化の機能が含まれていたりと、そういった形で幅広いテーマが、そういった形公式ディレクトリーの外でも、皆さんが自由に使える形のライセンス形式で公開されています。ではここからは今テーマのお話をしましたが、テーマの種類についてちょっとお話をしていきたいと思います。今皆さんが最新のワードプレス使われている場合はワードプレスの 6.3.3 ですかね、 3.3?2?5? あ、すいませんそれぐらい新しいんですけども、ちょっと遡ってワードプレスの 5.8 のまでの話をしましょう。それまではですね、ワードプレスのテーマといえばテーマだったんですね。テーマが指すものは一つだったんです。しかしワードプレスの 5.9 から我々はフルサイト編集というものが使えるようになりました。それは要するにどういうことかというと、ブロックテーマというものが使えるようになったんですね。ですので一言テーマで言っても、クラシックテーマと呼ばれるものがあったり、ブロックテーマと呼ばれるものがあったりと、大きく分けてもこの2つのスタイルが用意されるようになりました。ですのでテーマの作られ方が複数になったということをちょっと覚えておいてください。では今ちょっと2つに分けた中にもちょっとまた細かいのもあったんですけども、それぞれの特徴を少し皆さんにご紹介していこうと思います。まずクラシックテーマというものなんですけども、テンプレートファイルが PHP ファイルで構成されています。 PHP ファイルというのは、PHP という言語で書かれている、多くが書かれているファイルとして、皆さん覚えておいていただけるといいかと思います。テーマの中をちょっとね、あのファイルをどんなものがあるかなって見てみると、皆さん見たことがあるかもしれません。こういったシングル .php というファイルであったり、index.php というものがあったりします。こういった .php という拡張子がついたものは PHP ファイルと読んでいます。そしてワードプレス 5.8 以前から長く利用されているテーマのスタイル、こちらが今現状ではクラシックテーマという名前で呼んでいます。この中にもウェブサイトの制作に関してお仕事をされる方多く見えると思いますが、例えば
デザインが上がってきて、それをワードプレスのテーマで使えるようにすると、そういった形のお仕事もされる方たくさん見えると思います。そういった方でも今多くこちらのクラシックテーマというスタイルを使われている方も見えるかなと思いますので、まあ、あまり、まあ、新しいものではなく、昔からあるテーマとはクラシックテーマと呼ぶんだなということを覚えておいてください。現状ですね、書籍などでワードプレスのテーマの作り方、そういったもの書籍今までたくさん出てきていますけれども、そういったものの中で紹介されているものは、まあ、ほとんどがクラシックテーマの作り方を紹介する書籍が多いです。でここでちょっと皆さんに覚えておいてほしいのが、クラシックエディターが利用できるイコールクラシックテーマではないということです。クラシックテーマでもデフォルトのエディターはブロックエディターです。ここをちょっと覚えておいてください。またクラシックテーマの中にもですね、ハイブリッドテーマというものがあります。こちらテンプレートファイルは PHP ファイル、同じく先ほどと一緒ですね、シングル .php というものを使っています。ですのでクラシックテーマというものに分類されます。しかし、テーマ JSON というファイルを使ったりしてですね、サイトエディターの機能、こちらはまあブロックテーマとサイトエディターで、ちょっとワードプレスの新しい機能ですね、こちらのものを使えるようにしたクラシックテーマのことをハイブリッドテーマと呼びます。ただこちらはですね、クラシックテーマへの理解に加えて、ワードプレスの新しいそのブロックテーマというもの、そしてサイトエディターでできること、そういったものを理解してこうガッチャンコしたようなテーマになりますので、そちらのブロックテーマ、サイトエディターへの新しい機能への理解も必要になってくるというような形になっています。またブロックテーマというものがあります。こちらは皆さん見たこともあるような2022、2023、こういったものがブロックテーマに属します。こちらはですね、テンプレートファイルが HTML ファイルなんですね。先ほどシングル .php って出てきたものがあったと思うんですけども、ブロックテーマになるとシングル .html というファイルになります。また、クラシックハイブリッドでは、レイアウトの一部は自由に、変更できませんでした。サイトのヘッダーであったりフッターであったりというのは、ウィジェットとかカスタムメニューで使うこと、変更することはできたんですけども、自由にレイアウトはできませんでしたが、ブロックテーマにするとですね、そちらサイトヘッダー、フッター、そちらもレイアウトを自由にすることができます。ただですね、ワードプレスの開発がいつも続けられて、来月にも 6.4 がリリースされる予定でありますけども、この進化が早い中でですね、どうしても日本語の情報が少し、まだまだ翻訳の皆さん頑張っていただけてるんですが、なかなか見つけることができないというのは現状あると思います。ですのでそういったところでまだワードプレスのブロックテーマをちょっと試しにくいなとか、サイトエディター試しにくいなという方が多いかもしれません。それは一応実情としてありますが、ただ我々それでも日本語で使えるワードプレスがあるというのは、翻訳コントリビュートしていただけている皆さんのおかげですので、そういったところはこの場を借りて感謝をしたいと思っております。ここでお伝えしたいことは大きいこと一つですね。ブロックエディターが利用できるイコールブロックテーマではないということです。これは先ほどハイブリッドテーマというものが出てきましたが、ハイブリッドテーマでもブロックテーマ使いますよね。ブロックテーマじゃない、ブロックエディターが使いますよね。ですがハイブリッドテーマです。ですのでブロックテーマでブロックエディターが使える、イコール、ブロックテーマとは言い切れないということになります。ハイブリッドテーマでもブロックエディターが使えるということですね。ここはちょっとなかなか難しいところですけども、混乱しないように後でまたちょっと言葉の交通整理をしたいと思ってます。最後に4つ目なんですけども、ユニバーサルテーマという形式があります。こちらはブロックテーマと同じく HTML ファイルが、でテンプレートファイルが構成されています。ですのでブロックテーマに属されるんですけども、皆さん例えばクラシックテーマを使われた場合に、外観から例えばテーマ、その中にカスタマイズとか、あとはメニューとか、そういったウィジェットとかですね、そういった項目を見られることあると思うんですけども、そういったような機能をブロックテーマの方からアクセスできるようにしたもの、そういったものをユニバーサルテーマといって呼んでいます。
しかしこちらはですね、ワードプレスの 5.9 リリース前後で、海外も含めて情報が出てきていたんですけども、最近は残念ながらちょっと情報はあまり見ないというような、ちょっと下火になっているような印象を個人的には持っています。では今後のテーマの進化の流れなんですけども、クラシックトゥブロックと書いています。クラシックテーマからブロックテーマへ、こちらちょっと下にも書いてありますけども、ワードプレスの本体、そして皆さんが使われているブロックエディター、こちらを開発しているプロジェクトがグーテンベルグプロジェクトというものがありますけども、そちらを含めてトータルで見ますと、クラシックテーマへの開発以上にブロックテーマまたはサイトエディター、そちらへの開発にフォーカスしていることは明らかに見て取れると私は考えています。ですので、これから次ワードプレスの 6.4 でも、例えばグループブロックに背景画像が作れるとかですね、そういったものの機能の追加が予定されていますが、そういったブロックに対する機能追加というのは今後も続けられると思います。しかし、クラシックテーマというものに関する、直接的な、開発というのは正直ブロックテーマへの開発に比べるとだいぶ小さくなっていっているのかなという印象を持っているので、流れとしてはクラシックテーマへ行こうというよりかはブロックテーマへ行こうという、そういった流れがワードプレスにはあるのではないかなと個人的に思っております。ただですね、誤解していただきたくないのが、クラシックテーマが使えなくなるという未来があるわけではないです。現状ワードプレスのテーマプラグインディレクトリの方でもクラシックエディターというプラグインが公開されていると思います。先日確認した時でも2024年のまでまたはそれ以降必要なだけメンテナンスはされますということは現状書いてありました。ですのでそちらのクラシックエディターがプラグインが使えるという現状もまだ残っておりますし、クラシックテーマが使えなくなるという未来も全くリミットがあるわけではありません。ですので、ただクラシックトゥブロックといってもさあみんなブロックテーマを使おうというせかすようなものではなくて、 僕が今回皆さんにお話ししたいのは、クラシックテーマを今現状使っていられるとしても、ブロックテーマのこともちょっと知ってもらって、またはハイブリッドテーマ、いろんなそういう形がある中で選択肢を増やしていくために情報をちょっとピックアップしていただくと、それであこれはクラシックの方がいいかなとか、これはブロックで試してみようかなみたいな、そういった選択肢を持つためにこの場で後のパネルディスカッションも含めて情報共有ができるといいかなと思っています。最後にですけども、この後パネルディスカッションを行いますが、先ほどちょっと僕も混乱した言葉があります。言葉の構造整理をちょっとしたいと思うんですけども、左上に見えるのがブロックテーマです。これはスタイル .css というファイルがあって、その中にテンプレートというディレクトリがあるんですけども、その中にindex.html.html というファイルがたくさんありますよね。こちらがブロックテーマです。で、右側がクラシックテーマ、こちらが index.php、 スタイル .css、 あとは全部 .php というテンプレートファイルになってますね。こういったものがクラシックテーマです。そして左下に関しては、こちら触ったことある方も多いと思いますが、ブロックエディターですね。こちらがエディターの名前です。テーマではなく、ブロックエディター、編集画面のことですね。エディターと言います。で、右下がクラシックエディターですね。こういったものがあると。なかなかこの言葉の使い分けが難しい。また、クラシックエディターを使えてるから、ブロッククラシックテーマなのかとか、そういったちょっと住み分けがですね、なかなか難しいところがあるので、こういったところも一緒にご理解をいただきながら、ここから続くですねパネルディスカッションに進んでいきたいと思っています。このような形で僕のセッションは終わりになります。ご清聴ありがとうございました。
ここでファシリテーターの佐伯さんに進行をお渡しします。よろしくお願いします。はい、もらいました。ですね、ちょっと場面転換というか準備があるので、その間にちょこっとだけ、今日ご参加のいただいた皆様にですね、普段ちょっとどんなお仕事をされてるかっていうのをここでちょっとお伺いしたいと思っています。まず、そうですね、デザイナーの方っていう方どれくらいいらっしゃいますか。ちょっと手を挙げてみていただいていいです。そんなに多くないですね。1割2割ぐらい。はい、ありがとうございます。じゃあエンジニアの方。ありがとうございます。割と多いですね。半分以上ぐらい。ありがとうございます。じゃあディレクターの方。ありがとうございます。ディレクターの方も意外といらっしゃいますね。2割3割ぐらい。ありがとうございます。じゃあそれ以外の方。ありがとうございます。ありがとうございます。結構いらっしゃいますね。そうですね、思った以上にディレクターの方、エンジニアの方が今日は多いのかなと思います。ありがとうございます。こんな感じで大丈夫か。もうこれ用意いいの。用意はいいの。ありがとうございます。じゃあ、パネルの方に行きたいと思います。じゃあまずはですね、じゃあここに来てるのは誰っていうことで自己紹介から一応ね、せっかく喋っていただいたんで、左側からお願いいたします。右側ね。先ほど、お話しさせていただきました、久野と言います。岐阜県岐阜市から来て、ブロックテーマとか、あとは基本的に、テーマを作ったり開発したり、しながらですね、フリーランスでお仕事をしています。どちらかというと作る側の方が最近は強いかなという形で、パネルディスカッションで意見交換したいと思います。よろしくお願いします。はい、タロスカイ株式会社というところでウェブディレクター兼デザイナーをやっています。高見新太と言います。下の代替、下の名前で新太で呼ばれています。ちょっと一人で今日クリスマスみたいなカラーリングになってますけど。主にエンタープライズと呼ばれる高負荷であったり、非常にアクセス数の多いサイトなんかを中心に、開発を行っている会社になります。よろしくお願いします。北島と申します。僕は制作業務はやってなくて、スノーモンキーっていうクラシックテーマとユニトーンっていうブロックテーマの開発をして、それを販売するっていうのを仕事にしてます。でオレインさんと、ポッドキャストを一緒にやってます。よろしくお願いします。はい、じゃあ最後にちょこっと僕だけ、佐伯と申します。今日の、ワードキャンプの、リードオーガナイザーをしています。普段は、エンジニアで、ワードプレスを使ったウェブサイトを作る。なので、さっきの話で言うと、テーマとか、あとは、プラグインとかを自分で作って、でそれを、お客さんに納品するっていうふうな、仕事をしています。よろしくお願いします。で、じゃあこれから、パネルディスカッションを進めていこうと思うんですけれども、まず、さっき、テーマ、クラシックテーマっていうのとブロックテーマっていうのが出てきて、多分皆さん、クラシックテーマ、いわゆるクラシックテーマは、普段のお仕事なり、もしかしたらその自分でブログを作るとかそういったことでお使いになっているかと思うんですけれども、じゃあブロックテーマ、ブロックテーマもうすでに触ったことありますよっていう方はどれくらいいらっしゃいます。ありがとうございます。でも2割3割ぐらいの方はもうすでに触ったことがあるっていう感じですね。でこれを受けてクラシックテーマ、ね、さっきクラシックテーマからいきなりもうブロックテーマだけになっちゃうわけじゃないよっていう話はあったと思うんですけれども、じゃあ今クラシックテーマを選ぶのってどう、それとも今からならブロックテーマ触った方がいいのっていうのはやっぱり皆さん気になると思うんですけど、いかがでしょう。じゃあちょっと久野さんからどうぞ。正直そのプロジェクトによると言ってしまうと話が終わってしまうかもしれないんですけども、やはりその使われる方、要するにウェブサイトを運用する、そのワードプレスでコンテンツを作ったり改変したりする、そういった方がまずどれぐらい操作ができるか、
というところでざっくりと分かれてくるかなと思います。というのはやっぱブロックテーマってできることはやっぱとても多いですよね。先ほどもちょっとセッションでも出てきたようにサイトヘッダーもできる動かせるしサイトフッターの方も自由に変えれるしっていうある意味自由がたくさんあるのでそこの自由をコントロールするための知識っていうのはどうしても必要になってきてしまうとっていうのでやはり僕個人的には今は小さいプロジェクトだったらチャレンジとしてブロックテーマを使うっていうのは一つ選択肢で僕ならばそういった提案もできるかなと思うんですけどもやはり大きいものになるとやはり人が関わる人が増えれば増えるほどそういったコントロールが難しくなるって考えると少しハードルが難しくはずくだからやっぱり制限があるクラシックもクラシックというかハイブリッドとかそういった選択肢に僕の方はなっていくかなという気はしますね。さっきのセッションの中のお話でもありましたけどまだ情報がやっぱりちょっと少ないでこう検索して出てくるのは基本的には多分クラシックテーマ今までのテーマのお話の情報がやっぱり出てくるので分からないところを触ろうと思ってもこうもちろんその例えば公式ディレクトリの中の公式ドキュメントを見ることで調べることはできるけどでも公式ドキュメントってまあやっぱり書き方ちょっと難しい書き方なんですよね。なのでちょっとこう分かりづらいでいざ触ってみてうんこれが分かんないなでも今までのだったらこれこういうふうにできるなって言ってそのまあこれだったらじゃあクラシックテーマの方が触りやすいかなっていうのは確かに今まだあるのかなっていう気はちょっとします。新田さんどうでしょう。はい実はこれもう喋っちゃって大丈夫ですか。うち僕のね僕っていうかタロス会で実は案件で初めてつい先日ですねブロックテーマを使っていくとですね開発をしまして、ちょうど先週リリースしました。はいちょうどリリースしまして八王子にあるライフサポートクリニックさん北原ライフサポートクリニックさんという医療機関のサイトなんですけれどもそこをですねやるのに今回初めて弊社としても初挑戦になりました。でやってみた感想ですね実際にこれやってみた感想としてすごくこうスピーディーにやれる部分で特に今回の開発の場合はデザインのことと実装のことがある程度分かる人が開発メンバーにいたので結構そこはスピーディーだったんですけどじゃあ Git で管理するときどうするのみたいなのが問題として出てきました。っていうのはブロックテーマの場合ですねブロックでこう例えばこっちにヘッダーのこっち側にこうロゴを入れてこっちにナビゲーションみたいなのブロックで作るんですけどこのレイアウトの情報がデータベースに入るっていうコードじゃなくてデータベースに入るんですね。でじゃあこれどうやって Git で管理しようっていったときに一回エクスポートして Git に登録してでまた直したらまた Git に登録しててちょっと悲しい作業が発生して何のためにいるのかな私みたいなちょっと Git 管理お姉さんみたいな人がちょっと登場してしまったみたいなのがあったんですけど、まあ、そういうちょっと開発のワークフローの難しさというかこれから考えていかなきゃなんないっていう課題は見えたかなっていうふうには思います。で同時に、これは今小さな比較的ちょっとクライアントさんには失礼かもしれないですけど比較的小さなプロジェクトだったのでそれほど問題になることはなかったんですけどこれがじゃあもっと、開発メンバー5人とか6人とかでもっとエンタープライズでキャッシュのことも考えなきゃなんないとかそういうのになるとちょっと難しい部分というかこれから工夫をしていかなきゃなんないかなっていう、まだ発展途上な感じはしました、はい。まあ、でも案件のその納品物としてブロックテーマを使ってウェブサイトを使ったっていうのはすごくチャレンジングなことだと思いますしでそれが納品されて実際に公開されたっていうのはちょっとすごいことですよね。じゃあ受託としてのお仕事ではなくてテーマを作る立場からの北島さんからその今までのクラシックテーマと新しいブロックテーマを作るのって例えばそもそももうこれ全然違うじゃんみたいなところとかどうでしょうね実際に作ってみて。そうですね、まあ、明らかに違うのは、やっぱり記事の中だけじゃなくてそのレイアウト周りもブロックでできるようになって、だからまあ自由にどこでも自由にレイアウトができるようになっちゃったので、それクラシックの場合は
カスタマイザーとかで、例えばヘッダーのレイアウトは A にします B にします選ぶ、ページのレイアウト A にします B にしますってこう選ぶ機能を作って、それで切り替えるとかを作り込まないといけなかったのが、そこを作らなくてよくはなりましたね。ブロックテーマだともうできちゃうから、エディター上で並べれば、なんかそういう意味では、僕としてはちょっと楽になったというか、はい、のはあります、はい、ただお仕事で使うってなった場合はやっぱりまだできないこともあるので、その自由にコードが書けるってわけではないから、だから小規模なのでチャレンジするっていうのは確かにと思ったし、その管理ですよね、キットでの、そこは本当にそうだなと思いますね、はい、そのブロックテーマだと今、ソースコードでの管理が、難しいというか、ちょっとワンクッション置かないといけないっていう話がありましたけど、ワードプレスってエディターの中に入れたものって基本的にはデータベースに入っていて、で、それ以外の例えば今までのクラシックテーマであればヘッダーとかフッターとかはテーマの中にそれを出すコードがすでにあって、でその中にじゃあメニューはこういうメニューを入れます、ロゴはこういうロゴを入れますっていうふうにしていたのが、全部エディターから編集できるようになったので、そのここにこういうロゴマークを入れます、メニューはこういうメニューですっていうのも全部テーマではなくてデータベースの方でそれも管理するようになったっていうことなので、ソースコードでの管理が難しくなったっていうことなんですけども、それ例えばコードを分かる人はいいと思うんですよ。じゃあそれをクライアントさんに納品しますってなった時に、クライアントさんはそれがコードで管理してるのかデータベースで管理してるのかってクライアントさん知らないじゃないですか。それどうしたんですか、新田さん。ですね、基本的にはそのある程度権限のある方しかそこは触れないというのもあるので、もちろんその申し送り付きでここはこういうところで直せますけども、こういうふうになりますよというのを、マニュアルとは言わないですけど、そういうので、口頭でサポートしながらみたいなのがありますね。で、まずそのコード自体はエクスポートして、その出来上がった状態のものはGit 上で一応管理はしているので、もし何かあったらそこから戻してあげるとかっていうことは一応できると。なのでちょっと補修という意味ではそういう体制を取ってあげるっていうような感じですね、はい。でもその例えば記事の部分だったりとかそういうところはその今俺と基本的には同じような管理をして、例えばバックアップ定期的に取りましょうとかそういったのはその今俺と同じなんだけれども、でもその今まではそういうのを意識せずにテーマ側で管理ができていたものが、そこの部分も管理する、そのわざわざその例えば今の例で言えばコードに書き出して管理をするっていう必要があったっていうところは結構大きな違いっていうことですよね。そういうのってもちろんその実際にこれからそういうふうにウェブサイトが作られるようになっていって、でみんながだんだんこうやって作ったらいいんじゃないとか、そのこういうふうに作るのが割と良さそうだよねっていう、そのいきなりベストなところは出ないにしてもこういうふうにやっていったらうまくいきそうだよねっていうのは多分だんだん情報がきっと出てくるだろうと思うんですけど、そういうのを探っていくために例えばどこかクライアントさんで試すって言っちゃうとちょっとあれなので、例えばじゃあ自分のウェブサイトでちょっとやってみるとか、そういうのをじゃあどこ参考にしながらそういうのを触っていったらいいでしょうね。オレインさんどうですか。そうですね、やはりそのちょっとセッションの中にもあったように、その情報なんていうか、まずワードプレスの変化が早いっていうのがまず一つあって、そこに対して、テキスト情報になる、ドキュメントになるっていうところのスピードで、そこから、日本語で可読になるというところまでのステップがあるので、どうしてもその日本語で情報を探そうとなると大変になります。ですので、じゃあどうやって勉強するかで、例えば書籍でも、たまにですねブロックテーマの開発の本とか出たりするんですけども、やっぱり印刷物というのは、大体数ヶ月前に考慮して印刷をして出版されるという流れなので、その間に大体ワードプレスで年に3回メジャーリリースあるので、
12ヶ月を3つで割ると、まあ、4ですよね。だそうね、考慮してから印刷するまでに1回メジャーアップデートかかっちゃうんですよね、単純に計算すると。そうすると書籍の中の情報がちょっとスクショが古くなったりとか、そういうことはどうしても起きちゃうと。じゃあどうやって情報を収集したらってなると、例えば、まあ、手前味噌だと僕と北島さんとかでやっているそのフック WP の中にも、まあ、YouTube の中に、サイトエディターで、サイトを作ってみよう、ブロックエディターを触ってみよう、作ってみようというコンテンツを用意したりとか、そういったやっぱそのこちらはあのどうしようか、使っている側、作っている側の人がやっぱり情報を出していって、でそれをまあチャレンジしてもらえるっていう環境をちょっと意図的に作っていかないと、さっき佐伯さん言われたようにやはり誰かが試行錯誤しないと、でそしてそのフィードバックがあって最適解が常に生まれていくっていう流れだと思うんですよね。なので僕たちがその考えているのは、その使う人を試す人をもっと増やしていくっていうのは、ただこれから あのいい最適解が生まれるためにも、まあ、とてもあのコミュニティとしても大事な取り組みになっていくんじゃないかなと僕は個人的に思ってますね。あの今フック WP の話が出ましたけど、北島さんはどうですか。そうです、ね、どうですかっていうのもあれですけどね。どうですか、そうですね、まあ、2023が、まあ、とりあえず最初入ってるんで、あれで触るのがまあ一番手っ取り早いかなとは思います。あとはまあハンドブック、多分ブロックテーマのやつあったと思うので、まあ、それ見るとかで、まあ、開発をもっとこう深くやりたいって人はもうリポジトリ見るのが一番いいかなと思います。結局読まないといけなくなります。はい、あのエンジニアの方はあの今あのワードプレス あのグーテンベルクの、リポジトリであの開発がどんどん進んでいますので、そこを見ていただくのが、まあ、もしかしたら技術が分かる方であればそこが一番情報としては、ね、一番最新ですし、今どういうふうに動いているっていうのが、まあ、見やすいので、あのそこは見ていただけるのがいいのかなとは思いますけど、まあでも言ってもそれちょっと敷居が高いところはあるかなと思うので、で、今お話に出た2023が、今ワードプレス最新の 6.3.2 を入れて、有効化すると、まず2023が有効化されています。で、多分じゃ あのオリジナルのテーマにするからって言って一から作るときは、多分今はほとんどクラシックテーマを作られてるだろうと思うんですけれども、あのそこのところを例えば、まあ、あのご自分のブログだったら、じゃあちょっと2023でやってみたらどうなるだろうとか、でワードプレスのテーマって、まあ、ご存知のようにあの見たテーマを切り替えてもコンテンツは変わらないっていうのが、まあ、ワードプレスの使われ方でしたので、まあ、もちろんブロックテーマ、クラシックテーマからブロックテーマにすると、そのさっきお話にあった、じゃあヘッダー周りどうなっちゃうのみたいなところはあると思うんですけれども、あのコンテンツの部分はそのまま流用ができるはずなので、そこを例えば使っていただくっていうのは一つの方法としていいかなと思いますし、で今 RC1 が出た 6.4 だと、新しいテーマ2024っていう新しいテーマが出ていて、あのこれ僕の試験というか、まあ、皆さん割とおっしゃってますけど2024割と見た目が普通っぽい見た目が普通っぽいって言っちゃうとあれですけど、あの例えばあのこれあのディスってないですよ、ディスってないですよ、あのワードプレスのテーマ、もともと入っているテーマがあの英語圏のブログのテーマっていうのが、まあ、多分デフォルトなので、それをベースにじゃあコーポレートサイト作りたいですとか、じゃあ、なんかメディアのサイト作りたいですっていうのは結構難しいことになっちゃうと思うんですけども、でじゃあ英語ではすごいかっこいいテーマなんだけど、これ日本語入れてみたら、うわ日本語でかってなることって割とあると思うんですけど、あのそういったところをあの多分2024は割と綺麗な感じというか触りやすい感じなのかなというのはあるので、あの今度 6.4 はちょっと期待をしてもいいのかなというところもありますし、もう一つその 6.4 だとまたちょっといろいろ新しい機能が入っていたりもするので、あのまだ触ったことがない人は、来月の8日 ?7 日ですね。7日か、はい、7日がリリース 6.4 のリリース予定になっていて、今もう順調に開発が進んでいるので多分、
11月7日には新しい 6.4 がリリースされると思いますので、そこから触ってみるっていうのももしかしたら今のタイミングだったらちょうどいいかもしれないっていう気はします。で、実際じゃあ、まあ、そのデフォルトテーマ、そもそもじゃあどうやって作ったか聞きましょうか、新田さんに。そもそもだってブロックテーマ一から作ったのっていう話から、あれどうやったんだっけかな、忘れちゃったんですけど、僕すみません、開発者に任せっきりになっちゃって、開発者の手柄をさっき自分の手柄のように喋ってましたけど2023手をベースだったような記憶がするんですけど、間違ってたらすみません。で、開発体制としてはデザインと実装ができる人1人と、もうちょっとこうバックエンドに寄ってる人1人と2人でやってたんですけど、まず完封を起こしてっていうところは共通でした。で、そこからそのいわゆるこう組み込み HTML 作って、それをワードプレスに組み込むっていうプロセスがガチャッとこう1個になって、もういきなりテーマ そのブロックで作り始めるっていう感じですね。もしかするとちょっと実感したのは、これデザインカンプは Figma で作って、それをブロックテーマでやっていくってことをやったんですけど、これ早い人だといきなりお客さんと話しながら多分ブロックで作り出しちゃうんじゃないかなと思うんですよ。 Figma 使わないみたいな、うん、そうするといきなりプロトタイプというかもうできてますよねみたいなのが出来上がって、そこから微調整みたいになるのかなと。で、実際自分自身も2023使ってやってみて、まあさすがにうちの開発者ほど綺麗にできないんですけど、意外とタイポグラフィーとかすごい細かく調整できるんですよ。行間の設定だったりとかフォントサイズとか、そういうのを結構駆使してみると、あれこれいけんじゃねみたいな実感がだんだん出てくるので、そういう意味ではこれから作りやす、もちろん規模感とかにはよるんですけど、スピードっていう意味ではすごい速くなるかもしれないっていう手応えはあったんですよね、うん、はい。まあ、作り方というか、その作ってみた感想もちょっと込みですけど、はい、その辺はまあもちろんこれからね、みんながそうやって実際に使い始めて情報が出てくると、あ、こうやったらいいんじゃねっていうのはきっと新しい情報いっぱい出てくるだろうと思うんですけど、なんかそういうポイントってオレインさん触ってみて、なんか、あ、これはブロックテーマいけんじゃねっていうのなんかあったりっていうのをしますか。ブロックテーマの中でですか、触ってみて。今新田さんも言われたように、やはりそのスピードが上がるかもっていう可能性っていうのはすごい感じます。そしてただそこに対してやっぱり今現状その日本の国内においても、その例えば単純に受託制作といってもいろんなワークフローがあったりすると思うんです。で、やはりデザインカンプがしっかりしたものがあって、そこに対する実現性を、求められたりとか、でそういったものを考えると、どうしてもブロックテーマの使った開発となんかちょっとバチッといけないところはまだ正直あると思うんです。なので、ただは、ブロックテーマも今後、より一層開発が進みますし、またそこの変化において、このワークフローの方もやはりその考え方を常に最適化することによって、よりこうガッチャンコした時に一番いい力が出るような、そういったことはもう 6.12 ぐらいの時から、特にクラシック、クリエイトブロックテーマっていうプラグインありますよね。あれが、しっかりとこう認知がされてきた頃ですね。頃からやっぱりそのワークフローとしてもいろいろ試せるようになったので、とてもそこは可能性を感じているので、やはりその、こちら聞いていただいた方ですね、一回持って帰ってもらった後に、こここういうふうにしたらもっとスピーディーにブロックテーマでいいものが作れるんじゃないかとか、ちょっと考えてもらえると、なんかもっと面白い、ワードプレスで作ったサイトっていうものがワークフローとともに出てきたら面白いなというふうには思ってますね。ちなみに今ちょっとお話にあったクリエイトブロックテーマっていう、これプラグイン、テーマってついてるからテーマみたいですけど、クリエイトブロックテーマっていうプラグインがありまして、検索していただくと出てくると思うんですけども、これは全くまっさらの、テーマを新たに作ることもできますし、
何かブロックテーマをベースにして、そのベースを使ってオリジナルにしていくっていうこともできるっていうプラグインがあります。なのでブロックテーマをちょっと触ってみたいで、2023、まあ、2024触ってみたけれども、あ、これだったらちょっともうちょっとカスタマイズいろいろして触ってみたいなっていう方は、このプラグインをちょっと使ってみるといいかなと思います。これ使ってるっていうポッドキャストきっとあるんですよね。僕自身それ使って自分の事業サイトを作ってます。あ、なるほどなるほど。ブロック先ほどちょっとセッションの中であったコーモランドという自分で公開しているブロックテーマをベースにして、全くそこをベースに、そのプラグインを使って、プラグインを生成して、でそこで、カスタマイズをして、基本的には、コントロールパネルでできることしかやってないです。追加 CSS も書いてないです。でそれでできることってい こうハードルを設けて作ってみたんですけど、その上でもやっぱりできることっていうのはかなり、さっき佐伯さん言われたように画面の中でできることってとても増えてきてて、本当細かいこともできるので、実際ちょっとどんなもんやねんって見てもらえると、ここまでできるのかっていうのは見てもらえますし、試してもらえるとちょっと驚きがあるかなと思います。テーマを作る側の立場として北島さんがその、逆に一から作ってらっしゃるわけじゃないですかってなると、で一から作るときに多分クラシックテーマ、クラシックテーマのもちろん どれぐらい作り込むかにもよりますし、その案件に向けて作るのと、いろんな人が使いやすいように作るのってもちろん当然ちょっと違ってくるとは思うんですけれども、その、クラシックテーマの、スノーモンキーとブロックテーマのユニトーンとそれぞれをこう作ってみて、で例えばそのじゃあ機能を作り込んでいきますっていうようなときに、ブロックテーマのやりやすいところと、多分ちょっとここちょっともうちょっとこうだったらいいのにっていうところはきっとあるだろうと思うんですけど、北島さんから見てブロックテーマがこれのここってちょっとすごい使いやすいし、ここがもっとみんなに知ってもらえたらブロックテーマっていろんなところに使えるんじゃないみたいなポイントってあったりしますか？北島さんにだけちょっとだいぶハードな質問してんじゃねえかなっていう気がしますけどどうでしょう。作ってる人ってそんないないじゃないですか。ブロックテーマをそのさっきのプラグインを使ってこれをベースにしますっていうのはきっとあると思うんですけど、北島さん一から作ってらっしゃるので、ちょっと僕も個人的な興味もあるんでちょっとお聞きしたいなと思うんですけど。どうですかね。使いやすいところですか。普通に僕がユーザーとして、自分がユニトーンの公式サイトユニトーンでできてるんですけど、僕がユーザーとして触ってて、やっぱりいいなと思うのはやっぱりエディター上で全部できちゃうんで、もうコード書かなくていいわけですよ。それを動かすためのコードはもちろん開発してるんですけど、一回書いてしまえばあとはエディター上で全部終わっちゃう。更新ちょっとトップページのデザイン変えたいなとか、お知らせ入れたいなとか、もうすぐ終わっちゃうんで、そういう意味では楽です。で作るとしてはそうですね、ちょっと伝わらないかもですが、クラシックテーマの場合だと、設定を何か追加するっていうのは標準的にはやっぱカスタマイザーなんですよ。あそこを開発するのは辛いんですよもうなんか PHP と JS がもうギャーって混ざってて、独自の UI を実装するってものすごい辛いんですけど、もうブロックテーマの場合は基本的にもカスタマイザーは使わないものなので、じゃあ管理画面なんで作るかっていうのは自由にできるわけですね。その時にやっぱブロック JS で書いてるんで、もう管理画面も JS で書いちゃおうと思って今作ってるんですけど、何でもその JS でも終わっちゃうみたいな、それで自分がやるかどうかではあるんですけど、なんかそのワークフロー的にも全部 JS でやっちゃうみたいな感じでやれちゃうのは楽ですね今は。はい、管理画面でワードプレスの管理画面を開いて、テーマのところにメニューでカスタマイザーってあると思うんですけど、クラシックテーマはそのカスタマイザーのところからいろんな項目を入力して、サイト の大枠を作っていくみたいな形になりますけど、ブロックテーマはそれがないんですよね。そこはもうただデザインってなってて、そのデザインの中にこういっぱい項目があってっていうふうになるので、確かに全く触ることは
違うんですけど、でも中でやることは基本的にはまあ一緒というか考え方は一緒ですよね。ただもちろんそのルートが違うとか、そのさっきちょっとお話しあったみたいにもうテーマの構造そのものが違うので、あの触り方はやっぱりちょっと変わってくるかなというふうに思います。あのちょこっとだけあの、まあ、僕話し出すと長いんでなるべく短くしますけど、止めた方がいいですか？今回のワードキャンプのウェブサイト皆さんご覧になったと思うんですけど、あれ2023ベースなんですよ。あれブロックテーマなんですね。で、あのただワードキャンプのウェブサイトってカスタマイズの幅がすごく狭くって、あのプラグインとか一切追加できないんですね。で追加できるの CSS だけなんです。まあ、もちろんあの記事とかはもちろん書けます。そこは普通なんですけど、でもあのカスタマイズってこうできる幅がすごく狭いので、あのじゃあそれをどんな感じで作ろうかっていうのを今回そのブロックテーマを使おうっていうのは一番最初に、まあ、せっかく、ね、4年ぶりのワードキャンプだし今最新のはブロックテーマだから、じゃあブロックテーマでやろうぜって言って始めたはいいんですけど、途中で言わなきゃよかったなってちょっと思ったんですけど、でもあの今見ていただくと多分別にこれまでのウェブサイトとか今普通にご覧いただけるウェブサイトと別に見た目何も変わらないじゃないですか。だからあのユーザーさん使われる方とかもしかしたらクライアントさんはあのブロックテーマでも多分普通にできるだろうと思います。だけど裏側で作る人は今までとはちょっと作り方が変わってしまうので、そこはちょっとまあ勉強はしなきゃいけない。でもしかするとクライアントさんにブロックテーマってこういう構造になってます、今まではヘッダーとかフッターとかはあのもうテーマの方で決まっちゃってたけどそこも自由にできますって説明したときにクライアントさんがいやちょっとそこまでは分かんないなっていうことももしかしたらあるかもしれない。だからそこは まだこれからのことなのかなとは思うんですけど、さっき新田さんもあのもう実際にブロックテーマで作ってお客様に納品しましたっていう例もありますし、あのワードキャンプのサイトもブロックテーマで実際に動いているので、もうあのその未来はもう来てるって言ってきっといいんですよね。そうですね。ちょっとユースケースで言うと僕ちょっと思ったのは、結構あの弊社のクライアントさんでコーポレートサイトはじゃあありますと、コーポレートサイトの別にあの LP 作りたいとかっていうのがあるんですよ。で LP を作るのにあのじゃあ LP 用のサイトとかってなると結構大変だったりします。 LP 用のテーマ作るって大変なんですけど、じゃあこれマルチサイトとかの、あのワードプレスのマルチサイトって機能でこう複数サイトを一つのワードプレスの中で管理するっていうのはあるんですけど、一つはコーポレートサイト、一つは特設いわゆる LP 用のサイトにして、その中でもう勝手にやってもらうみたいなことも、なんだったらブロックエディター使える人だ、ブロックテーマ使える人だったらもうヘッダーから何から全部変えてもらってみたいなことを、そのコーポレートサイトに何の影響も与えずに自由にやれるっていう、そういうケースはあり得るなとはちょっと思ったりはしました。そこは結構入り口になるかもしれない。あのクラシックテーマ、まあ、これはクラシックテーマというよりあのクラシックエディターかなっていう気もするんですけど、クラシックエディターがあのメインで使われている時ってあのクライアントさんがコンテンツ触っちゃうとぐちゃぐちゃになっちゃうから触んないでほしいとかっていう話があって、実際僕もあのワードプレス触り始めた頃10年ちょいぐらい前なんですけど、その頃は実際そういうふうに言われていたし、クライアントさんが実際触ってぐちゃぐちゃになっちゃってなんか変になっちゃいましたっていう連絡いただいたこととか実際にあったので、あのそういうことは確かに起こり得たかなとは思うんですけど、ブロックエディターが出たことであのクライアントさんが例えば自由に順番入れ替えたりとか、そうやっても別にデザイン崩れなくなったよねっていうのはすごい進歩だなと思っていて、でブロックテーマで全部をクライアントさんも触れます。だけどあの一から作るのは大変だからこちらで作ります、でそれを納品します、でその後自由にクライアントさんがそこをカスタマイズできますっていうのは僕すごい進歩だなと思うんですけど、なんかそういうなんかブロックテーマになっていくことでできる、もちろんそのクライアントさんもその
あれもこれもじゃあ自由にできるかっていうともちろんそうではないですし、もちろんクライアントさんにもここはこういうふうに操作します、ここはそういうふうに操作しますっていうのは、まあ、もちろん知っていただかなきゃいけないところはあるとは思うんですけど、でもそれをクライアントさんができるようになったら、それってすごいクライアントさんが思うようなウェブサイトが作りやすくなるっていうのはあるだろうなと思っていて、そこがすごく僕はブロックテーマがリリースされたことですごいこれからにこう期待できるところは大きいんじゃないかなと思うんですけど、なんかその、まあ、今その新田さんはもう実際にウェブサイト納品された、で、オレインさんも北島さんもそういうテーマを作って、で実際に自分でも触ってみてっていうふうにされてるっていうところなんですけど、逆に今、まあ、もちろんその案件にもよるっていうお話もありましたけど、別にクラシックテーマがもう今すぐ使えなくなっちゃうわけじゃないですし、でクラシックテーマプラスブロックエディターでまだまだウェブサイトはきっと作られていくだろうと思います。でそういう時に例えばそうですね、じゃあどっちを選ぶっていうポイントって、まあ、もちろん案件によりますって言われちゃえばそれまでかもしれないですけど、どうでしょう。僕のそうですね、所感ですけど、まず選ぶポイントみたいなのが、いろいろちょっと考慮ポイントあるんですけど、まずお客さん触りたがってないとか、権限、お客さんのによってはそのワードプレスの管理者が一人じゃないケース、その管理者というか管理ユーザーですね、ワードプレスの中に入ってくる人っていうのは一人じゃないケースなんで、代表的なものとメディアサイトですね、ライターさんが入ってきます、でライターさんを管理、複数人で編集するっていうことですね。そうです。そういう パターンの場合、このヘッダーとかいじれる権限をうかつにこう渡せないとかっていう、その権限分けみたいなところがあったりとか、あとはそのさっき言いましたけど、大規模なプロジェクトの場合は開発時点でもうかなりの人数で回さなきゃならないと、そういうチームになる、そうすると管理の問題がまだやっぱり出てくるっていうの、まあ、そういうちょっとネガティブな部分っていうのもやっぱり確かにあって、でクラシックテーマの方がそこは逆にスピーディーにやれたりとか、その確実にやれたりとかっていうのがどうしても出てくるので、その考慮ポイントが非常に多いかどうかとか、まあ、そういうところで分けるみたいなのは一つあるかなと思いますね。それはまあでもまだ今の時点では多分みんな探り探りなんですよね、きっとね。だからもしかしたら案件によってはその、まあ、例えばさっきのワードキャンプのサイトじゃないですけど、いざブロックテーマで作ってみたけど、いやこれブロックテーマ大変だったからこれクラシックテーマの方が良かったななんてことも、まあ、もしかしたらあるかもしれない。ありえますね。ありますね、きっとね。多分インフラとかちょっと専門的な話になるんであれなんですけど、まあ、今日ちょっと開発者の方多めなそうなんで少し話しちゃってもいいかなと思うんですけど、インフラ側 そのやっぱりデータベースに保存されてるってことはリクエストが行くんですね、データベースに。でそこで処理を行って帰ってくるっていうのをやるんですけど、じゃあそれ毎回やってると高負荷なサイトの場合落ちちゃうんですよね。もうサーバーが耐えきれなくて、でじゃあキャッシュをかまそうと、クラウドフロントとか、まあ、そういうのを使って、CDN でキャッシュをかまそう。そうすると、じゃあこれはキャッシュした方がいいけどこれはキャッシュしちゃダメだよねとか、会員のものがあったりとか、なかなかその考慮ポイントが増えてくるとブロックテーマで全部やるって結構難しいんですよね、現状で。そこはミスジャッジしないようにするポイントなような気がしますね。ちょっと愚痴っていいですか。またワードキャンプのサイトなんですけど、ワードキャンプって世界中で開催されてるんですけど、これもちろんサーバー分散されてるとは思うんですけど、基本的にワードキャンプのサイトって一つの大きいマルチサイトなんですね。世界中のワードキャンプのサイトって、まあ、一個なってことはないと思うんですけど、裏側ちょっと細かいこと分かんないんですけど、基本的には一個なんですよ。でその中に東京があって、東京もまあ、ね、何年もやってますから、東京も例えば2019年の
ワールドキャンプのサイト、2018年のワールドキャンプのサイトで、今年の2023年のワールドキャンプのサイトっていうのがあって、全部マルチサイトなんですね。でそれ全部をホスティングしていて、で例えばじゃあイベントが近くなりましたって言ったら、まあ当然アクセスきっと多くなりますから、そうなるとちょっとアクセスが増えただけで落ちちゃったら大変なことになっちゃうので、やっぱすごいキャッシュを効かせてるんですね。そうすると、あの今回ね、皆さんチケットご購入いただいておいでいただいてますけど、チケット残り枚数何枚って出るじゃないですか。あれキャッシュすごい効いてると、あ残りあるって言って買って、最後の会計のところまで行ったらもう売り切れてますって言って、なんやこれってクレームが来るとかっていうことがちょっと起こっちゃったりするので、あのすごいキャッシュとか難しいんですよね。僕も あんま大きいサイトやりたくない、難しいんでね、そういうチューニングがってなると、じゃあそこもでも例えば今のお話にあったように、ブロックテーマ全部のデータがデータベースに入っています。でそこに表示するために、じゃあヘッダーを表示するためにデータベースにヘッダーの情報を取りに行きます、コンテンツのためにアクセスします、フッターを表示するためにまたアクセスしますって言ったら、やっぱりサーバーには負荷がかかりやすくなってしまう。だそこのチューニングっていうのは多分、まあ、きっとまだまだこれからっていうことだとは思うんですけど、多分そういうのがもっと進んでいくと、そういうところのコントロールも情報がきっと何かしら出てきて、こういうふうにやったらきっとうまくいくよねとかっていうのは出てくるんじゃないかなとは思いますけど、なんかそういう作り方でのポイント、まあでもこれはまだこれからなのかな、どうでしょう、なんかこういうところはちょっと気をつけなきゃいけないみたいなところってなんか思い当たるとかありますか。ブロックテーマを作る、ブロックテーマでですね、上ですか。事故りました大丈夫ですよ、そうですね、注意しなきゃいけないところ、まあ注意といったらちょっと大げさかもしれないんですけども、やはりそのブロックテーマで何かウェブサイトを作ろうと思った時には、まあ、当然なんですけども、ブロックテーマでどれぐらい何ができるのかっていうのをできるだけやっぱ把握しておいた方がある程度先のビジョンが立てやすいので、そういう意味でも、前提知識というか、ある程度その、ブロックテーマってこんな感じで作れるよね、こんなことできるよね、こういうふうにブロック組んだら、こういうコンポーネント作れるよねみたいな、そういったものの前提知識っていうのはあればあっただけいいかなというのは思います。で、そういったことをちょっと皆さんで、例えばブロックエディター、クラシックテーマでもブロックエディターの中で、ブロックを組み合わせて、まあ、カスタムブロックでもいいですし、オリジナルのブロック、あ、オリジナルブロックじゃないや、コアの標準のブロックでもいいんですけども、そういったものをうまく作ってコンポーネントを作って、そういったものをですね、いろいろ試されると、やっぱりブロックエディターで何ができるのかっていうのが分かります。それはやっぱり僕も日々そうしてるんですけども、やっぱりいろいろ実験をしてみて、こうすることでこういった見た目が作れるのねって、それをやっぱ蓄積していくと、このサイトエディターってやっぱでかい、サイト全体を作るときにすごい生きてくると僕は思っていて、ですのでそこまでどうしても時間がかかってしまうと。なのでやはりブロックテーマを使うときっていうのは、そこのこのどうしてもそこがちょっと情報が必要になってくるので、なかなか難しいって思ってしまう方も多いのかなと思うんですけども、やはりちょっとずつやっていくっていうことだけになっちゃうんですけども、あとやっぱちょっとさっき出てきたのが、今度、グーテンベルグのフェーズ3の開発が進んでいくと、今度共同編集というものの開発が進んでいきます。要は単純に言うと、Google ドキュメントでみんなで集まって共同で編集するみたいな、ああいうことがワードプレスのエディターの中でできるってなると、先ほど新田さんやね、佐伯さんのお話の中でもワークフローって僕もちょっとさっき言いましたけど、その機能が入ってくると、またワークフローもちょっと夢みたいなことがワードプレスの中でできるっていうことが起きていくことを見据えると、やっぱ皆さんに今からちょっとずつ触っていって、その時になってから GO じゃなくて、今からちょっとずつでも遊んでもらえると、だからこれから長いスパンでワードプレス楽しんでもらえるかな、ブロックテーマ楽しんでもらえるかなというのは
思いますね。遊ぶっていいですね今、うん、まず遊んでみるっていいですよね。大事ですよね。自分で入れて遊んでみる。楽しくないと続かないんで。そうですよね。やっぱ自分で楽しいものをいろいろ作ってもらって、な変なものできたって笑ってればいいと思うんですね。それぐらい楽しいぐらいのことをこのブロックエディターでやってもらえると、これができるできないっていう。本番にデプロイしなきゃ大丈夫なんです。そうです。下書きで本番に反映しちゃわなきゃ大丈夫。そうです。好きなだけ遊んで、はい、ローカルで遊んでもらう分には事故っても大丈夫なんで、そういった形で何か楽しんでもらえると、このワードプレスがまた盛り上がって、ブロックテーマも盛り上がっていいかなと、ちょっとざっくりした話になっちゃいましたけども思ってます。北島さんどうですか。どうですか。どうですか。北島さんがその、まあ、テーマを作ってらっしゃる側でも、あのブロックテーマだからこういうふうに作った方がいいよねみたいなのは多分触っている間に何か出てくるだろうなと思っていて、でそれってその作る側ともちろん それを使う側は全く一緒ではないんですけど、あの作る側が、あこうやったら作りやすいよね、こうやったら触りやすいよねっていうのって使う人にすごい有用だろうなと思ってて、なんかそういうのってどうですかね。その、まあ、クラシックテーマとブロックテーマとの比較でもいいですし、実際ブロックテーマ作ってみて、あこれすげえじゃんみたいなのとかってどうでしょうね。まあ、ブロックテーマっていうよりはそのブロックエディターというか、まあ、ブロックの話になるかもなんですけど、あの今まで の, その PHP で書いてた時っていうのは、まあ、独自のやり方でやっちゃったとしても、まあ、なんとかなってたというところがあると思うんですよ。その互換性とかも保ってくれるし、でもブロックになってその JS で開発するってなった時にあんま互換性がなんか維持されないこととか、仕様がいきなり変わっちゃってるとかいうのがまあって、だからなるべく標準に沿った作りをするっていうのは大事だなと思いました、ね、それで僕もだいぶ何回も食らってるんで、なるべく標準に沿うっていうのがまあブロックを使った開発っていうのは大事かなと思います。あれですか、アップデートでなんか急に動かなくなっちゃうとかそういうことですか。グーテンベルグの中にあるコンポーネントを使うとか API を使うというのは、まあ、いきなり動かなくなるというのは、まあ、ありえます。それは、まあ、非推奨の API とか、まあ、非推奨じゃないやつでもあるんですけどね、まあ、そういうのを使うと、まあ、あるとか、まあ、CSS の当たり方とかクラス名がちょっと変わるとかそういうのもあるし、まあだいぶ苦労あります、はい、苦労してそうな喋り方でしたよね、これね。めっちゃ伝わってきましたね。まあね、その今日いらしてる方皆さんが開発者ではないかもしれないですけど、でもその今お話にあったその作り方にのっとって、そのもともとできている例えばコアのブロックだったりとかそういうのの作り方を真似してまずは触っていく。さっきオレインさんおっしゃってたみたいにコアのブロックを例えば組み合わせて、今だったらまあパターン作れたりもしますし、もしかしたらそういうコアのブロックをベースにして自分がカスタムのブロック作ってもいいかもしれないですけど、そういうのをやることで、まあ、ちょっとずつブロックのこう触り方というかそういうのを覚えていって、でそれが最終的に、まあ、今だったらクラシックテーマとブロックエディターでもすぐに実践ができますし、将来的にはきっとブロックテーマとサイトエディターでこうどんどんそのカスタマイズの幅が増えていくっていうのはきっとあるだろうなというのは今お話を伺ってすごく思いました。まだ時間大丈夫なのかな？もうぼちぼち？あ、そろそろね、質疑応答なんですって。じゃあのね、せっかくですから、あの多分皆さんあのちょっとあれ聞きたいこれ聞きたいはきっと終わりなんじゃないかなと思うので、残り5分ぐらいなんですけど、あのぜひ質疑をと、せっかくねこれだけの方いらしてますから、あのお話伺えると思うんですけど、ちょっとこれ聞きたいっていう方ぜひ、あ手上がりました。あ、すみません。いつもあのスノーモンキーに大変お世話になっておりまして、ありがとうございます。あの使うたび本当にいいテーマだなと思って、まあ、惚れ込んでいるような感じで使ってるんですけども、あの北島さんにぜひお聞きしたいんですが、今あのスノーモンキーで、まあ、こういうふうに、
持っていきたいなというか将来的な話として、スノーモンキーでこういったことをやりたいなということが具体的に何かあればぜひ未来のお話としてお聞きできればというふうに思っていたりしますけど、何かございますでしょうか。そうですね、まあ、スノーモンキーはまあクラシックテーマなので、もうあまりその大きく変えるっていうことはまあ難しいかなと思ってるんですよね。基本的にはブロックテーマがこう開発がワードプレスの進んでいくの で、まあ、それもあるし、あと、まあちょっと前にやらかして、ユーザーさんにえらい迷惑をかけるということがあったので、まあ、あんまり大きく変えるっていうのはもうちょっとやめようかなと思ってます。なのでちょっとずつこう使いやすくしていくとか、ちょっとずつバランス、デザインのバランスを整えていくとか、まあ、ちょっとそんな感じで考えてます。はい、まあ、ブロックの追加ぐらいはあるかもっていう感じです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あの仕込んだわけじゃないんで、あ、そうじゃないんですね。そうじゃないですね。ありがとうございます。あと他にちょっとこれ聞いておきたいあったらぜひ。あ、お手上がりました。マイコンですか。あ、ありがとうございます。ちょっとカスタムブロックの作成とかでちょっと質問したかったんですけど、例えばなんかレイジーブロックスとか、もしくはACF とかでなんかの PHP ベースでカスタムブロックを作ることとかもできると思うんですけど、それともしくはまあ、JSX ベースのクリエイトブロックとかで作るのとってどっちがおすすめなのかなっていうのをお聞きしたくて。これはちょっとこれ誰行きましょう。僕答えづらいなこれ。そうそう、もしかしたらなんかどっちもいいメリットデメリットあるの。ちょっとやってみないとってとこはありますよね。でレイジーブロックスとかの場合は実際 PHP も中で書けたりするじゃないですか。そうですね。でそうするとその書き方次第なところも出てきたりとかするんで、はい、どっちがいい悪いとかっていうものとはまた違うと思うんですけど、ただその選ぶポイントとしてはそのどん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 こう独自に尖ったものを作りまくってしまうと、やっぱりメンテナンスをし続けるのがちょっとこう大変になってきたりとかっていうのは出てくるので、はい、まあ、作って納品で終わりみたいな話だったらそれがスパッと終わるんですけど、弊社の場合こう運用保守をさせていただいているというのもあってメンテナンスをし続けるんですね。でそうすると PHP の書き方も例えばじゃあ PHP が 8.1 から 8.2 に上がりましたとかっていう時に、これは例えばノーティスが出たとかワーニング出たとかっていうのが出てきたりするんですよね。でそういうところもあるんで、どのプラグインだからっていうよりかはやっぱりその使い方だったりとかどういう設計にするかみたいなところが結構重要にはなってきます。で逆に言うとそこをしっかり守れてると比較的使いやすいというか息を長くやれるんじゃないかなとは思います。はい、ありがとうございました。結構僕も今ちょうど案件に直面しててそこで判断した基準としてはそれ今政策を受けて、まあ、基本的に多分メンテナンスは受け負わないっていうプロジェクトなんですけど、そういった場合に向こう側でメンテナンスができる作り方で作るっていうふうにしてます。ですのでそうじゃないと僕が例えばクリエイトブロックのコマンド打って作って JSX で書いてってブロックを作ったとしてもそれで何かちょっと変えたいっていう時に向こうの例えば保守メンテされるエンジニアさんが、はい、JS って何ですかっていう人だともう難しいですよね。でそういった場合に例えばメンテナンスできるあとはドキュメントがあるって考えた場合に例えばレイジーブロックスっていうプラグインをベースにすると、まあ、同じように PHP ベースでフックをして、はい、まあ、フロントとエディター側に PHP 側の出力を出すみたいなことができるんですね。なのでそういった形であれば例えば、まあ、僕の場合だとそういうのを書いて、まあ、コードの中にドキュメントへのリンクも貼ってあってみたいな感じで渡してあげると何か困ったらここを見なさいみたいになるんで、はい、あとはやっぱり相手側にその投げた先にできるだけ長く安全に使ってもらえるような形をまあ最適に取っていくっていう選択肢を僕は取るようにはしています。まあ、結構似たような感じの話だと思うんですけど。ありがとうございました。
すごい参考になりました。ありがとうございます。今のお話って今のはブロックのお話でしたけど、テーマどっち選ぶも結構それに近いかなと思っていて、ブロックテーマで納品しても多分全然いいと思うんですよ。じゃあそれをどうメンテナンスしますかとか、それはお客さんに納品してそのままなのか、ずっとメンテナンスを引き継ぐのか、そこによっても多分随分変わってくるのかなと思うので、そこももしかしたらどっちを今選んだ方がいいののポイントかもしれないですね。ね、名残惜しいんですけど、もう時間終わりですよってずっとさっきから赤い紙が出てましてですねああそうなのねっていう感じなので、そろそろこのセッションも終わりにしたいなと思います。皆さんのご参考になればいいなと思いますし、今日のこのセッションを受けていただいて、ブロックテーマ触ったことない方、ぜひお家帰ってワードプレスちょっと1個ローカル環境でもいいので作っていただいて、で触ってみる。でさっきね、楽しんでっていうお話が出ましたから、お仕事じゃなくて全然いいと思います。触ってみていただいて、あ、こう面白いじゃんって思ったら、ちょっともうちょっと深く触ってみるっていうのがきっといいのかなというふうに思います。そんな感じで大丈夫です、はい、まとまった、大丈夫です、いい感じ、いい感じ、じゃあというところで、いけています、大丈夫です、じゃあ、はい、終わりにしようかなと思います。どうもありがとうございます。